平良峡は日本の本州と安芸灘諸島を8つの橋で結ぶ安芸灘諸島連絡架橋のうち大崎下島と平良島をつなぐ道路橋である。1995年8月1日開通。県の大崎下島地区広域への団地農道整備事業つまり大崎下島広域農道として整備された農道橋であり、完成後に呉市に移管したものである。安芸灘諸島連絡架橋のうち、本土側から5番目にあたることから、安芸灘5号橋とも呼ばれる。その8橋のうち一番小さい橋であり、唯一のコンクリート橋である。この海峡は狭く、通行する船舶も漁船など小型船に限られたため、海面との桁下高さを5メートル程度と低く、設定されたことにより、公共では波浪による防錆、つまり、塩害対策で維持管理費が増大する可能性が出てきたことから、経済性でコンクリート橋が採用された。さらに、航路確保のため中間に橋脚を置かない、長大橋が考えられ、大崎下島側が、広島県道355号大崎下島、循環線との交点であることから、視界確保も重要視された。そこで、プレストレストコンクリートによる砂張橋、平良島側の密主塔がある、片吊り型と呼ばれるものに決定した。施工は、平良島側からの張り出し仮設となり、現場打ちではなく、プレキャストブロック工法が採用された。この工法による PEC 砂張橋は、日本初施行例となり、大幅な工期短縮を達成し、同時期に竣工した大芝大橋とともに、PC 砂張橋における技術的向上に貢献した橋でもある。ありがとうございます。